徳島県立富岡東高等学校派の浦校は、徳島県阿南市派野浦町中小一にある県立高等学校、富岡東高校の分校である。玄関前、徳島県立富岡東高等学校の分校として1948年3月31日に、徳島県富岡第二高等学校派の浦分校定時制として開校し、現在は、 徳島県で唯一、看護科を持つ、全日制高等学校である。主に看護師養成機関として機能している。看護師国家試験の受験を目的として、カリキュラムが構成されている。ABCD、トップページ。徳島県立富岡東高等学校派の裏校、平成17年度。2006年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年11月3日閲覧。ABCDEFGHIJ 学校概要。徳島県立富岡東高等学校花浦校。2013年11月3日閲覧。AB 花浦町平町記念誌 P5 ハット ABCDEFGHIJKLMN 徳島県立富岡東高等学校花浦校。 徳島県立総合教育センター20062013年11月3日閲覧専攻家徳島県立富岡東高等学校羽野浦校2013年11月3日閲覧 AB アクセス徳島県立富岡東高等学校羽野浦校2013年11月3日閲覧ありがとうございます